9000年前の少女の顔。最後に誰かが彼女の顔を見たのは9000年前のことだ。そして今、研究者たちによってドーンと呼ばれる彼女の顔が復元された。我々は再び彼女の顔を見ることができるようになったのだ。今から9000年前、中石器時代の少女はこのような顔をしていたようだ。中石器時代は女性も男性的な顔つきをしていた。ドーンの復元はアテネ大学の研究チームにより行われたものだ。専門家によると、当時は男女ともに顔により男性的な特徴がはっきり見られたという。ドーンは15歳から18歳くらいで亡くなったと考えられている。ドーンの顔立ちの一部は現代の一般人の顔立ちとは著しく違っている。時代とともに顔の特徴はどんどん平坦になっているように思われる。ドーンが険しい表情をしている理由。その顔は幸せそうには見えない。不満そうに口を尖らせ、眉間にシワを寄せて怒ったようなしかめっ面をしているように見える。当時の人たちが一般的にやっていたことだが、動物の皮を柔らかに舐めすために歯で噛んだせいでこのような表情になったと考えられている。ドーンの頭蓋のテラコッタ型からシリコンで顔を復元した歯科矯正学の教授は、なぜドーンはこんな怒ったような顔をしているのかと聞かれて、こんな時代に怒らずにいられるわけないでしょうと冗談めかした。ドーンは貧血気味だった可能性があり、壊血病に苦しんでいたのかもしれないという。痕跡からは腰や関節の障害があったことがわかり、そのせいで動くことが困難で、それが彼女の死の原因になった可能性があるということだ。ドーンの骨や歯を分析して死亡時の年齢をピンポイントで割り出すと、15歳から18歳の間に亡くなったらしいことがわかる。1993年に洞窟で発見されたドーンは、文明の夜明けだと考えられている時代に生きていたため、この名が付けられた。ギリシャテッサリア地方にあるこのテオペトラ洞窟には、およそ10万年前に初めて人が住み始めたという旧石器時代、中石器時代、新石器時代の石器や新石器時代の陶器も見つかっている。ドーンは現在ギリシャ・アテネのアクロポリス博物館に展示されている。